はい、どうも、ユッキーです。ああ、目が乾燥する季節になりました。うん。そして、こちら、じゃーん！エコーのリトルシガー発売したんで買いました。そして、若葉も、ね、購入しました。ので、早速吸っていきたいと思いまーす。よし。さて、これは、まあ当然タールチが書いてないです。うん。ですね。もうとっくに発売してたらしくて、知らなかったんですよね。うん。さて、どんなものなのか。エコーから。エコー、吸いましょう。ん？こんな感じ。ね。新発売タバコ。エコーのシガー。9月の16日です。に発売したと。10日前ですね。それでは吸っていきましょう。香り。うん。ちょっと酸味が強い、酸っぱい香りしますね。うん。値段が350円です。コンビニで売ってました。まあ、基本的にほら最近発売したやつって、細いじゃないですか。これはでも普通のサイズですね。普通に美味しいですね。これは普通に。うん。うん。美味しい。普通のエコーの方が、まあある、一応エコーもあるんだけど、まあ若葉もあるんですけどね。若葉も、カートンで買ったんで。ゴールデンバットと若葉とエコーはカートンで買ったんで、一応まだありますけど、ちょっと吸い比べてみましょうか。圧倒的に辛さがないですね。辛さ。うん。辛さが全くない感じの。吸いやすいです。そして、まあ、コーヒーみたいな。無糖のコーヒーみたいな香り。と、味。これ普通のエコーがうまい。すごいこれが、これ美味しいですね。逆に。普通のエコー。吸ってみましょう。あ。辛い！やっぱり。辛い。うん。普通のエコーはやっぱ辛いです。
加湿しないと辛いですね。うん。あれ？これ美味しいぞ。うん。風味が、焙煎、コーヒー、豆、みたいな。焙煎、ニンニク、香ばしい。やっぱ、リトルシガーは、主に、肺に入れるもんではない。かなーという感じはするんですけど。うん。風味がやっぱり、美味しいですね。びっくり。びっくりびっくり。おー。マジで。思った以上にすげー美味しい。これもやっぱ、まあ、リトルシガーなんで、やっぱり、葉巻ですからね。言うてしまえば。やっぱ若干加湿する人はあると思いますけど。うん。そうですね。うん。紙巻きと違って、焙煎されてる感じの、うん。そんな感じの味ですね。いや、美味しいです、これは。うん。これ数本、ちょっと加水とか加湿して水だけで加湿して、うん。美味しいです、これは。うん。まあ、最近出てるそのリトルシガーで細いやつで、まあ値段が安い、280円とか、そういったのが、まあ、あるんですけど、まあ、これはまあ350円ということなんで、うん、まあ、全然美味しいです。普通のエコーが多分美味しいんじゃないですかね。個人的には。うん。やっぱこれ吸った後に普通のエコーを吸うと、なんかこう、風味が足りないっていう。すっきりしてるっていう感じはします。うん。これ美味しい。四つ星。ご視聴ありがとうございました。